最終兵器稼働準備のためマハルコロニーでは強制疎開が開始された。ギレンはその兵器の投入をデギン公王に承認させる。貴公はヒトラーの尻尾だな。ヒトラー、旧世紀の人物ですな。ヒトラーの尻尾の戦いぶりご覧ください。ヒトラーは身内に殺されたのだぞ。一方、連邦軍総大将レビルは星1号作戦の目標を明らかにした。ア・バオア空を抜きサイド3へ進行すると、来たぞ、グラナダからの艦隊だ。艦隊戦用意、ガンダム以下急速発進だ。ガンラ、呼んでいる。アムロ、行きます。俺たちの帰るところがなくなるんじゃ。先行している連邦の数、敵が集中しているようだ。援護に行ってくれ。了解、ガンダム前進します。オビリスサイ、出せ。モビルスーツなどにやられるか。そこ撃て、迎撃だ。ガンマ砲を追え、ミサイルも撃ちまくれ。見える。我がガンのモビルスーツ機体はやられた。助けてくれ、援護を。この感覚は…敵の別動隊か。白いモビルスーツ、いいか、逃げろ。逃がすか。させるか、逃がすものか。こちら、カイ、援護いるか。別動隊なんて涼しいだね。当たれ。落ちろ。来るのか。うわ、重ただ。まさか、そこが。ただ、誰が見ているんだ。ラ、ラ。何？この感覚は。な、何者なんだ。させるか。やってやる。
ちろ！撃つ、無駄よ。どうする、アムロ！力がありすぎるのよ。あなたを倒さねばシャアが死ぬ。ダメだわ。あなたの来るのが遅すぎたのよ。遅すぎた。なぜあなたは今になって現れたの？やってやる！そこ！いけない。あなたはこんなに戦えるじゃない。なぜなの？あなたには守るべき人も守るべきものもないというのに。なんだと？私には見える。あなたには故郷もなければ家族もないわ。人を愛してもいない。だからってどうだって言うんだよ。そして時が健やかに。見つけたぞ、ガンダム。このままでは。守るべきものがなくて戦ってはいけないのか。それは不自然なのよ。ではララーは何だ。私は救ってくれた人のために戦っているの。たそれだけのために。それは人の生きるための真理よ。ではこの僕たちの出会いは何だ。ララー、ヤスとのざれ言はやめろ。シャア大佐。ガンダムと赤いモビルスーツ。兄さん、下がってください。大佐、いけません。何？アルテシアか。シャア、覚悟。大佐。私たちと同じように。そうだよ、ララの言う通りだ。ああ、時が見える。
僕は取り返しのつかないことをしてしまった。僕はララを殺してしまった。今の私にはガンダムは倒せ。ララ、私を導いてくれ。